マッチョ印象に両者のサインが入りました。一言ずつお話を伺いましょう。まずは挑戦者岩谷麻優選手をお願いします。前夜祭のイベントにお越しの皆さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。何回も調印式、今日は調印式初めてですけども、会見だったりとかリング上で自分の思いはたくさん言ってきたつもりなので、本当に一言で終わらせます。明日久しぶりの本気の岩谷麻優が見れると思うので、楽しみにしておいてください。それでは先頭のエルセルス・ボール選手をお願いします。こんにちは。First off, I want to say, do you guys like my outfit? Balenciaga. Arigato. Mayu, where did you get your outfit from? Don Hoke? Mayu, I have a question for you. Do you like the taste of money? Because tomorrow night at Yokohama Arena, at the grandstand, let me see it right. All Star Grand Queendom, I am going to leave you broke. And you will not be the icon of stardom no more. Because there will be a new icon, a new ace. Because I am the conversation. I am the standard, I am the blueprint, and I am the CEO of New Japan and Stardom. And I will forever be the IWGP Women's Champion. So, to commemorate such an amazing, glorious, historic event, I want to sing my Ichiban #1 hit. Do you mind? Okay. Me. Okay, I'm ready. And a one, a two. A 1, 2, 3. Mayu sucks. Mayu sucks. Mayu sucks. Yeah. Mayu sucks. Mayu sucks. Mayu sucks. Yeah. Now sing it. Mayu sucks. Mayu sucks. Mayu sucks. Yeah. What's up? Mayu sucks. Mayu sucks. My. お客さん乗ってないか。あなただけだよ乗ってるの。ここにいるみんなは多分麻優の味方です。必ず CEO だかなんだか分かんないけども、勝つのはアイコン、自分がトップレスラーっていうことを見せつけるんで。You are not gonna disrespect the CEO because there is a price to pay. Get away from me. Stay back. You're in big trouble tomorrow, Mayu. There is a price to pay when you mess with Mercedes Moné. ちょっとは日本語で喋ってもらいたいんですけど。Tell her no. Tomorrow, championship, new champion. I'm Mayu. もうね。女子プロレス20年ぶり横浜アリーナ大会オールスターグランドクイーンダム2020年前横浜アリーナ大会のメインイベントで出場させていただきました中西百恵です。感謝の気持ちを持って、頑張らせていただきます。フワちゃんです。よろしくお願いします。芸能人が呼ばれてプロレスやってるんだよじゃなくて、ちゃんとプロレスラーとして前回しっかりデビューしたっていう思いを持って、だからもうとにかく私の目標は勝つ、絶対に勝ちたいです。次の試合で私たちプロレスラーは毎週試合をして命を削って戦っています。私たちが絶対負けるわけにはいきません。ビリー・アイリッシュ、ビリー・アイリッシュやったらいいな。ハーマイオニーとか呼ぶよ。誰が一番ハイスピードなのかを決める。誰かパートナーを連れてきてタッグマッチやってもいい。元マーベラス所属星月芽衣改めセイラ芽衣と申します。私姫香はプロレスを引退することを決意しました。復帰は 100% ないので、私が壊れるまで叩き潰して、そういう気持ちで来てください。こんにちはパッション。こうやって女子プロレスをつないできたプライドというものも私にはありますし、パッションを伝えてお客さんを満足させる、それには相手が重要なんですよ。なんか物足りないんだよね。新しい時代へページを進める瞬間を魂込めてお楽しみ。お前らがゴッデス王者として初めて負けるところ見せてやるよ。リスタート、再出発ということで、この3人で再出発をしていきたい。6年3ヶ月ぶりのスターダムのリング、安納沙織のプロレスを見せます。大事なのは今。そんな昔のことを持ち出してきた即席タッグに我々が負けるとは思えないんですよ。せいぜい楽しみにしてます。強さを競うだけじゃない。未来姫香の戦いは無駄にはしない。楽しませてくださいよスターダムさん。プロレスの概念ひっくり返します。一番強いのは橋本千尋だ。一番巻きたいベルト、それはこの IWGP スターダムのアイコンとして、女子プロレスラーとして輝ける道を自分の力で切り開いていきたい。 I am a living legend. I am the CEO, and everybody is about to pay. Especially you. 私のプロレス人生を変えてくれたあの技を飛んだ上で、ゴールデンフェニックスの名をこれからも名乗り続けたいです。激痛と血の味感じながら天井を見ることしかできなかった私の気持ちがあんたには分かる。絶対に白いベルト巻いてみんなのイケメン希望になる。私からどれだけ奪えた気が済むの。何のよどみもないナンバーワンの景色をこの目で見たい。あんたと戦えるなら奴隷になったっていい。いい加減目障りなんだよ。私の前から消えてくれ。お前のやってることマジで気色悪いストーカーなんだよ。アイドルやっても一軍になれなくてプロレス界に逃げてきたクソじゃねえかよ。目障り、それはこっちのセリフ。あっ、てめえ本気で言ってんのかよ。てめえが何度も何度もよ。宇宙に漂う塵にしてやるよ。私からは何も奪うことはできねえ。絶望のどん底に突き落としてやる。その赤いベルト全然綺麗に磨いとけ。腐ったれお前はやめてやる。プロレスリングスターダム 4.23 横浜アリーナ、伝説の地で春のスターダム旋風を巻き起こす。プロレスラー姫香、最後のゴングが鳴る。宇宙一きらめくスターダム。次世代のスターを発掘するシンデレラオーディション2023の開催が決定。スターダムのリングで輝きたい新人を大募集いたします。応募資格、応募方法などをご確認の上、ふるってご応募ください。詳細はスターダム公式ホームページをチェック。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。